んなの愛が凄まじいと感謝の言葉を綴っています。真央さんがお亡くなりになったその夕方、大谷さんも、テレビ朝日の、報道 J チャンネルですね、あ、ごめんなさい、スーパー J スーパー J チャンネルに出てらっしゃいましたけども、まあ、私個人の印象なんですけども、こんなに一人の子が亡くなったってことが、その時の衝撃というより、こうじわーってこう、ま、逆の意味でね、漢方薬のようになんか効き始めちゃって、こうなんか前受けたボディーブローが今効いてるような気がしちゃってるんですけど、まさに私も同じ感覚なんですよね。普通ったらおかしいですけども、どなたか亡くなると、その瞬間ものすごい衝撃受けて、亡くなったのって感じで迎えることが多いんですよね。でもこの真央さんに関して言うと、本当に あんたに頑張ったのに亡くなっちゃったんだなっていうですね、その思いがこうじわじわと、だからいつまでも消えずにですね、浸透していくって言ったらおかしいですけど、そういう思いがするんですね。やっぱり1日1本以上相方でブログでですね、で読んでいくとですね、本当に素晴らしい感性の文章なんですね。特にイギリスの BBC に送った言葉だとかですね、こう34歳の一人の若い女性の言葉としてはですね、本当に胸打つものがあって、ご自身が書いてたように、あれを見ていくとですね、あ、人生って長さだけじゃないなと、やっぱりその中に何がその詰め込まれているのか、何が盛り込まれているのかということがいかに大事かという思いを強くしますよね。女性として、母として、妻としてって、まあ、いろんなことがあるんだけど、ある女性がちょっとね、立ち話で話した時に、最後は生き抜いたよねっていう、そうですね、すごく女性として共感できるって、自分はそういう立場じゃないけども、生き抜くってあれを言うんだねって言ってたのがすごく印象に残ってます。ですからね、ブログ読んでみますと、病気のことだけじゃなくて、おっしゃるように女性として、妻として、母として、それをご本人は人生の彩りというふうにお書きになってるわけですよね。でどうしても私たちは乳がんで病と闘ってるステージ4だというような話が大きくなる入ってくるわけですけど、自分の人生の代表が病気であってほしくないと、いろんな彩りがある、その人生だったんだというふうに書いておられる。それをやっぱり BBC に出した時に一番強調されてるわけですね。そうすると長さだけじゃなくて、やっぱりどんだけ充実してるのか、どんだけ彩りがあるのか、それが人生なんだなということを改めて教えてもらったような気がしますね。